始まりましたよ、ゴーストリコンシリーズ。プレイステーション2と3かで出てるゴーストリコンはこれで終わりじゃないかな。ちょっとしばらくライトニングリターンズやってたからな、うまくできるか、まあ、おそらくチュートリアルみたいなのがあるはずだけどな。Hello everyone! こんにちは皆さん。 Welcome to my new LP Ghost Recon Future Soldier ということで、Ghost Recon Future Soldier をクリアしていきたいと思います。プレスタートボタン。ニカラグア、ニカラグア聞いたことある。おー、ハンビーか。おぉ、アドバンスドワーファイター2もこんな感じだったな。今回はちゃんとドアが閉まってるぞ。ワーファイター2はハンミーのドアが開いてたからね。開いたまんま走行してたから。鳥が飛んでます。うわうわうわ、おい、いきなり撃たれたよ。あれ防弾ガラスじゃないの？ターゲット全体同時に排除。え、やつら敵か。マークしろ。5、4、3、2、1。俺か、俺。わあ、すごい。輸送隊確保、残りをやるぞ。ターゲットに向かえ。いきなりか。おーし、おし、チュートリアルね。どっかに隠れないとまずいか。カーボン撃って撃て撃て撃て、左左だ。ターゲットダウン。オッケーオッケー、見えない。了解。貨物の中身を見ろ。ここで確認する。了解。俺に続け。銃が拾える。おい、追い打ちはごめんだ。グリ、見えますか？ああ、よく見える。比較は必要だが大丈夫そうだ。了解。これは、やばい。プレデター逃げろ。爆弾だ。逃げろ。交代だ。逃げろ逃げろ。走れ。逃げ逃げ逃げ。よくあるパターン。わあ。爆発しましたー。手に気がついてる。うわうわうわ、いきなり、え、
ノースカロライナ。少佐。諸君。出番ですか。こっちいな。その前にこんな打撃を受けたことはなかった。じっくり時間をかけて話し合え、そして必要なら祈れ。さあ行きましょうか。とにかく彼らの無念を晴らさなければ。詳細は MRT だ。あの爆弾は南の国境に向かっていた。なるほど。それを止めるために高い代償を払った。だがその代償は皆覚悟の上だ。死んだラミレスもアレンもマギャンもヘインズもそうだ。ラミレス死んだ。次は我々だ。彼らの死は無駄ではなかった。二度と同じことを繰り返してはならん。あの爆弾には多くの人間が関わっていた。その一人ガブリエル・パイズが接触したがっている。ハエズは中堅の麻薬業者で、武器の密輸入では信号だ。ちょっと背伸びをしすぎた。逃げ出したいという感じだ。爆弾の目的を知らなかったんだろうと抜かしてるが、知ったことか。ハエズはいい手がかりだ。手繰ってやろう。ブリーフィング。救出作戦か。センサーが敵を見つけて情報を HUD に送る。敵が隠れていると思う場所に投げればいい。それで相手の位置をロックオンできる。壁の向こうだろうが車の中だろうが関係ない。使うかな。計画通りなら銃撃戦はあまりないはず。ということは余分に弾薬を持っていけ。失敗したら汎用性があり、射撃管制がしっかりしているものがいる。おすすめはゴブリンだ。ゴブリン。なるほど、これね。今は2つだけか。これ以外は選べないと。これも選べないと。グレネード以外選べないと。よし、じゃあミッション開始。南米ボリビアと。Hola. No. Espera. No me importa. Cállate ya. Ya te lo dije. Paez no está aquí. Bueno, no está ahora. Es que no apareció. No es un fantasma. Localízalo. Ay, idiota. Uy. Clear.オーバーロード、集合地点にいるが荷物がどこにもない。了解。状況はひどい。家は荒らされ、パイズは逃げたようだ。分かった。彼の携帯を追跡し位置を特定する。その間どうします。ボケットせずに狩りの準備をするぞ。ハンター、パイズをコムで捕まえた。直接話してくれ。おい、聞こえるか。ミスターパイズ、我々は集合地点でそちらを出迎え。情報が漏れて尾行がついてる。だから移動するな。堂々としてるな。一番早く行くぞ。動け。これで狙えるんだ。なるほどね。隠れろ。姿を隠せ。まだ撃つな。他にもいるかどうか確認したい。センサーを使おう。状況がわかる。カバーして、なるほど。正面に敵がいる。アイフル